わびすけさんいらっしゃい。いや、ちょっと今放送始まってんの忘れて設定いじってたわ。ラグい。はい。ああ、そうだ。じゃあ始めます。はい、クレさんもいらっしゃい。メガドラだよね。はい、オッケー。サダコさんもいらっしゃい。まだインストール終わんないね。おお、でかいな。はい。でもこれうるせえな。これは今ちょっと音、おお、うるせえな。これいらん。ああ、はい。なきゃないで、音がない、なきゃないで寂しいけど、ない、あるよりマシだな。おっと？ほう。はい。毎回出るか、これ。Augusta National Golf Club。え？ケロさんか？こんばんは、マックスさんと。はい、いらっしゃい。はあ、なんか暑い。部屋が暑いというか、まあ。93年発売とかなんだ。あら、こっちの方が古かったか。あ、こっちが、あ、いや、変わんねえよ。ちょっと動いてるとこ見て。わこつ？はや、スピーカーついてない。今日、急にドラゴンズレアがやりたくなった。何版？ファミコン版？すごいわ、スーファミ版、 3DO 版、メガ CD 版、何版？ファミコン。ファミコンか。ここでは機種を限定しないと、とんでもないことが、とんでもない数が出てくるから、実際分かんなかった。何版かな、ジャガー CD かな。さあ、スーファミに比べて、あ、処理早い気するね。まあ、これ実機じゃねえけど。発行しないでしょ。そうだね。出来いいわ。メッシュでごまかしてるとはいえ、出来がいい。ただ、こんな曲だったっけね。風吹いてたんだ、よく見たら。あー、ちょっと待って、なんで押せないの？あー、ちょっと。そっち、そういう風に曲がるようにできてた。ゴルフって。そっか。なんで1回目のボタン聞かなかったんだろう。もういいから打っちゃう。じゃないか、サウンド、サンドウッド。はい。あー、飛びすぎた。100% 飛びすぎた感じだろ。あ、まだ乗ってる。 OB じゃない。おお、いいな。落ちてそこらへん。よし、いいよ。あー、スライスしまくり、わら。よしよしよし。ないぞ、誰。そう、ちょっと遠いな。あ、早いね、やっぱね。上り、まっすぐ上りか。何メーターなんだ。ちょっとまだわからないわ。どの力で打てばどれぐらいいくか。うわー、なでけえ。ゴルフゲームって、ワイは猿や、って叫びながらプレイするよね。そうだね。この網こそ T&E。ちょっと左。下り。静かだな、ここは。お静かにが出てんのかな。ちょっと待って待って。おー、びっくりした。映像曲がんねえのかと思った。これぐらい？下りだった。いいね。ちょっと跳ねたね、今。はあ、パチパチパチ。はい。ありがとうございます。なんか今、リセットってボタンが壊れてたな。パチパチパチ。パチ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 。セレクトか。はい。ストライク。次行こう。
俺の記憶ではこっちの方が新作っていうか新しい気がしたんだけど、どうだろう。ペブルビーチ。ペブルビーチの波動。入った。スーファミに出たのはオーガスが先だった？静電気による破損。いや、破壊。おうおう。ファミコンのマークかと思った。ペブルビーチゴルフリンクス。はい。ゴルフリンクス、あそこ。あ、え？ペブル、え？はい。音量でかい。いいのかな？いいのかな？いい。音いいよね。セガ。同じ年に出てんだね。音が太くていい。よし。渋いな、ほんと。うわ、来た。クイックがまず一番上にあるのが、ほんと好感触。いや、好感度高い。処理が重い。これがさ、まあいいわ。いや、でもこれは結構これですげえけど、まあバーチャレーシングがいかに化け物だったかわかるな。どれぐらいのもの、ワンプレイはバーチャファイターとかできたのかな。売り物にならないレベルなのかもしれないけど、ぐるぐる回すもん。ちょっと行こう。まあフレーム数かな。20フレームぐらいになったのかな。メガドこラれ多で。分いい感じにフルポリ計算なんだとあ、思う。なるほどね。こっちの方がちょっと処理が大変なことをやってるっていうか、結構重い仕事をやってるってことか。ちょっともうちょい右、あ。こんな感じで。いや、もうちょいいける？風あるし。これ飛びすぎかな？いや、大丈夫だ。行ってしまえ。はい、ああ、ちょっと、ああ、ちょっと曲がった。風もあるし。飛びすぎなのかな？ああ、行っちゃダメ。止まるよね。はは、止まる。ああ、そう。嫌な顔してる。いいとこに乗ったよ。あ、これは負けすぎか？本当か？これでいいのか信じて。撃つよ。これは超えないんだ。わら。あぶね。おい。声ない。あ、さっきあったっけ？どっちが先なんだろう？ゲーム的には。いいとこ行ったよ。あ、地形が。ああ、乗った。ナイスさん、お前、なんだ、わ、こおっち前で誰だ。ガラガラロムしてます。はい、ナムさんいらっしゃい。あいや、萌えプロのフェアの声です。あ、わら。その声はないね。撮れなかったんじゃないかな。でも一時期録音したんだけど、どこ行ったろう、あの素材。今となっては懐かしい。ホームランはあるもんな。いや、ないか。今、下りだった？ やべえ、わかんなかった。結構距離あるから、こんぐらいだ。うわー、行き過ぎだー。ちょっと強かった。和骨です。アップで内容確認しましたか？わからない。え、またアップデートがあんの？さらなるアップデート？今日見たけどなかったけどな。下りだ。このゲームのアップデートの話か。なんだったっけ？セーブデータがどうたらとかレベルじゃなかったっけ？ほう。ペーブです。和骨おがわい、あ、なんか、ペブ、おオーガスーと見てなかっ最初った。てことくらペいーブ、しかペ記ーブ。憶にないんだよね、わら。オーガス、そうだよね。なんか、オーガスタ、ペブルビーチ、あとなんだ？ デビルズコースか。あとなんだろう。なんかもう一個ぐらいあったっけ？ワイヤーライの奇跡か。あ、違うよ。あ、そうだ、それか。らえ、デビワイルヤズ、ー。マスターあ、ズ。マスターズか。そうだ。なんかしんだけど、ときめいたアんドだよバンスな。の音質低下の修正があ、したとか。はぁ？ってことは、バージョン1.11みたいなのが来たの？ 1.2 が来たの？やばくねえか？早くねえか？あいつら。わ、これは何？あ1.2です。
仕込まれてたのかな？俺たち騙されてたのかな？あいつら仕事できるなって印象こを与れはえるひたどめい、に。わら。ね、ひどいね。これはちょっとお金取れないわ。ちょっと、ああ、外出ちゃった。いや、もう全力でパターですよ、こんなもんは。ほら。ひどい、わら。あれ？素通りしたよ。魔法かな？ っカップに嫌われてますな。ていうか、やっぱり、まだわからないな。俺がまだこのポリゴンの世界の中での力加減が分かってない。28か。結構あるんじゃないの、これ。下りだし。弱気になったら負けだ。ああ、負けたな。惜しいな。距離は間違ってなかった。98班からやり直さないと。いや、スーファミの時さ、もうポリゴンだっていうだけで買ったもんな、これ。ちょっと高かったよね、しかも。ああ。10、プラス6。お前は技術帰のる。T&E と聞いて。ああ、そうだ。T&E は技術が。これ、洋芸アだミと思っューてたけズメンど、トこれっては洋芸じゃねえんだ笑い。な。なあ、ちょっと、素人だってちょっと、コース組んの早かったんじゃないかってなっちゃう。なんたらゴルフリンクスってあったけど、それとは別だよね、これね。あれは何番だ？ よし、次。ああ、びっくりした。カシューナッツの袋がふわっとなったよ。はい。歴史的には任天ゴルフよりもこっちのケースの方が先だよね。任天ゴルフよりこっちの KF の方が先。あ、ゲー、パソコンではってこと？どうなの？これって、モデムなくても大丈夫なんだよね。T&E の社長がゴルフ好あ！きなのでその流れ。それなんかあれみたいじゃん。なんだっけ？ヘルツホクツバイじゃねえや。PC エンジフンァミのコンゴ CD ルロムフのの2ロ番ボッのトの顔。宇宙のやつ。ジャズのやつ。すげえジャズのやつ。でもゲームとあんま関係ねえやつ。スドフ。SDF。SDF。なんだっけ？ テルモード。スってね、スって。タもわかんねえわ。高校野球とかなのかな、これ。いろいろあるけど。これオリジナルなの？スとタはなんだ、タは。なんかサンソフトのキャラか？たけし軍相撲部屋。なんだこれ？草野球チームってこと？3D ゴルフあ、ト今ーナなんてメ書いてンあっトた？83年うか。わー、すげえ、たけしだ、たけし。らっきょ？小2って誰？小二か。殿って。ダンカン4番なのかよ。ガダルカ。お、始まっちゃったよ、バカ。見たかったのに。たけし軍団。名人って誰だよ。燃建える。前。わら。スポーツ大賞スポーツか。大賞だわな。ら。4番ダンカン。ダンわカン4らわ番ら。なのがちょっと面白い。待って、俺これ投げてなくね？見るモードか。見るよかった。見るモードでいいんだよ。らっきょ。らっこ。北天佑って誰だろう。天佑とか懐かし北す天ぎ佑ったていうのがいら。るんだ。なんか名前がうっすら。ちょっとモアイプロっぽい。音がすごい激しいな。劇的だな。バカーン。どこ投ひげどてんいの？な。どこ投げてんこれ。まあ、サンソフトだな、やっぱな。わあ、いいね。戻った。ラッキュー。ラッコはやっぱ足速いのかな。1点入っちゃうぞ、これ。テルテルスタジアムはシミュレーションやで。あ、見るものなの、これ。あ、ってことは、ベストプレイプロ野球をネット対戦できるってことか。熱いね。そっか、俺これやったことなかったかもしんねえな。野球やんねえじゃん。野球にはトラウマもあるし。に使えるな。なんか賭博でやってたっていうまたニュースがあった。これマジすげえな。入っちゃった。なんか点数入ってても盛り上がんねえな、これ。曲がちょっと気になる。こっち側打の線速すピッぎ、チャーわが、ら。ね、
俺相撲取りだからちょっと太ってんのかな。ダンカン来て、ダンカンホームラン10って書いてうめえダンカン足押せなのにお前4番なのにバントしたぞ。4番がスクイズってスクイズって入ったあのさ、たけし軍強すぎる。あの人たち草野球のあれでとかではかなり強いんだよね。草野球界の中ではトップというガチだから。こすっからえ、わら。めっちゃやってたよね、草野球。っていうか、すごい強いんだよね、確か。草野球リーグの中でトップみたいな。お、チェンジ？阪神の2軍に勝ったんだって。マジかよ。そうそう。へぇー。あ、アングル変わった。名人って誰だろう。何の人だ。暗黒時代の阪神だっけ。あ、そうなんだ。名人は芹沢名人やね。知らない。名前はなんとなく知ってるけど、芹沢博士じゃないの。あ、取れないか。取れんの無理だ。草野球なのに、草野球の方がプロより練習してるとかいう噂があるよね。練習とか本気、プロ野球よりも本気でやってるやつらがいるから、うぜえって、めんどくせえっていう。草野球の方がみんなが真剣な、たるんでやってるとものすごい怒られるみたいな。いや、サンソフトいいな、やっぱどこでも本気だな。てか俺、資金場とかどこ行ったんだろうな。めんどくせえな、探すの。坂穂子って誰だろう。坂穂子っていう人がいたんだ。来た。え、マジで来てねえような気がするけど。来た？あ、来た。なんかすげえ遅れてきたな。スクショ撮ってるのかと思った。違う違う。オッケー。いや、もう一応タイトル画面で止めといた。おい。ちょっと気になる手応えだったの今。バリエ。ここら辺は正直ちょっとよくわかんねえんだよな。どうなんだろう。和骨です。68個じゃいらっしゃい。愛知県。え、古い話だな。ああ、生まれた話か。え、なんだって？生まれから、姉二人、兄一人の末っ子ってどういう意味？最近止まるしな。あ、ほんと？うわはははは。あと、兄の後をかけ。兄はどうなったの？兄そして体小さいこと、小さいことに対して、この時点でもう常にコンプレックス持っていた。ほんと？なんかすごい曲もないのに、いきなり始まって。兄を追いかけて、死んだ兄を追いかけて。悟る中島、おい。すげえ写真がいっぱい用意されてんな。いつの間にか、おい、気がついたらレーシングドライバーだよ。アタック25かと思った。なんで、アタック25ってそういう紹介入んだっけ。夢をありがとう。終わったことになってる。ガジェットの公式でゲームギアアダプタの2月発売アナウンスされましたね。価格感謝。3800円と見た。いや、どうだろうな。ただ見てが、じゃあ2800円ぐらいを期待したい。無理かな。最悪7800円。何も入ってねえくせに。チックし、本体そこじゃねえから多分安くできるはずなんだ。でも48ぐらいじゃねえか。安きゃ28ぐらいが。まずはめでたい。そうだな。もうすげえ、ラストは綺麗。もやー。はい。ほほほほほ。たまらん。いやー、よく言えば、まあ2000円ぐらいで出してほしいけど、コントローラーだけでも2000円だから、それはないわ。ちょっとすごい、ね。練習走行することができる。中島が言ってんのか。アマで見たら7000税別だな。おい、高いわ。それボリすぎだわ。ちょうどこの時期の F1 見てたわ。高いな、それは高いな。 F1 は昔テレビでガンガンやってたから結構見れたもんな。結構気合が入ったゲームですね。そうだね。テストラン。おう、 F1 サーカス系か。
レースゲーって意外と多いから、あ、ギアが入ってない。3000円でよろー。ねえ。いや、できるだろ、お前たちなら。誰か作れよ。あ、無理か。メガアダプターもそんなにシンプルじゃなかったもん。あ、危ない。うわ、でもなんか、あ、F1 サーカスより嘘ついてないけど、F1 サーカスみたいなコースの狭さだから、超むずくないこれ。おい、これやばい、F1 ドリームぐらいの感じなのに、めっちゃ細い道が。おいちゃん中に誘われてたんです。おほほほ、マジか。いらっしゃい。まあ、ちゃんと回るタイプだよ、これ。これ、むずくない？やばくないこれ。嘘でしょ。このスピード感で、この細さで、このやばいな。ちょっと乗りこなしてみる。おー、無理だろ、これ。てか、やっぱ、ベタ踏みじゃ無理っていうことか。はい。カメラ引いてくれ。でも一応左目にコースが書いてあるからなんとかなるかもしれない。コース覚えないとダメなタイプのやつだな。てかもう原則必須じゃん。これはこれで面白いかもしれないけど、だったら俺はあれでいいわ。サイバーフォーミュラでいいわ。スーファミの、あー、むずい。アドリブ無理。そうだな、そんなベタ踏みで走れるとこはあそこのまっすぐなラインだけど。ほんまや、ダブルアマ7560円や、ダブルニッチやからか。そんなにかかんないはずなんだけどな。絶対に。だってすでに入ってるし、あれは。本体は違うのにな。ってことはこれさ、もし壊れた時にカセット刺すとこって1万以上するんだよ、これ。1万2800円ぐらいするんだよ。ってことは本体めっちゃ安いし。クラッシュしても頑丈やな。そうだ、F1 サーカスだったらもう一発目で終わってっからな。申し訳ない。これに付き合うのは俺には無理だ。そこまで F1A の情熱がない。中島悟ストイックだな。ふぅ。行こう。いや、高いな。また製造コストと勘案するとそんな感じの値段になるのかね。そういうことだ。ローカル線みたいなことだよな。やっぱり足元見られてるというのは間違いではないが、仕方がないことなのかもしれない。コントローラーアダプターが6000円とかひどい。そうそうよ、コントローラーだけでも2000円だしさ、アダプターもあれ高いよな。まあ数出ないですもんね。ライバルもいないし、そうね、あれを選ぶしかないからしょうがないんだよ。カートリッジアダプタだけ売らないかなと思ってたけど、うん、あれ売るとしたら11,800円しそう。そうだね。っていうか買うしね。それでも買うしね。バレてるから買うだろ、どうせお前らって。でも5000円ぐらいに収めてほしかったわ。でコントロールアダプターは3800円でいいだろう。おっさん金持ってるし、金持ってるっていうか、まあ仕方ねえだろうな。てかこれさ、タイトルにちょっと偽りあるよ、このゲーム。ああ、ジャンプしちゃった。あのさ、プロの選手危ない。プロの選手扱うんだったらそういうミスないようにしてもいいと思うんだ。ゲーム好きおっさんは結局買う。そうなんだよね。ああ、お前らプロか本当に。ピューじゃねえよ。はい、フェアユーザーが絶対数少ないからな、わら。よよよよ。これはちょっとタイトルに偽りあるな。スーパーリアル、スーパーリアルかな、これ。開発どこなんだろうね、これ。セガって書いてあるけど。まあ、マークさんも対応すると思えばそんなもんなのかな。そうなんだよね。あ、刺さらない。はい、刺さった。はい、来た。おお。残ってさ、ゲームギアの残って、なんだろう、あれ。残、初代残、これでしょ？ウルフチーム。削いて。よし。なんだ。つか、これか。すげえ。絵巻きじゃないけど、なんかすげえ、こんな感じなんだね。何百万台も売れてないマシンがリバイバルされることが奇跡みたいなもんか。まあ PC エンジン、どれだ、どれのことだ。曲いいな。ゲームギア。ああ、そういうことか。まあゲームギアをテレビにつなげられると思ったら安いもんだな。マーク3もあるしな。てかすごいね、原平ともねみたいな。褒めてんのかどうかよくわからない。
めんね、ちょっとこれ俺絶対わかんないと思う。さっきの F1 ゲーム、ヤフオクで調べたら4500円だった。中島悟？中島悟。いや、これそれ新品の価格じゃない？中古1円だよ、どうせ。そういうもんは。中古が4500円だったらすごいけどな。おい、お腹が鳴ったみたいな。ああ、ドゥルルルってやつね。わかる。ちょっとディスクシステムをちょっと、あれ、悪魔、違う。謎の村雨城を回ようとするような。雷の音が。猫来たー。ん？今のゲームってジャンルなんです？今のはシミュレーションでしょ、ザンは。新品、そうそう、新品だからだよ。中古だったら1円だ。中島悟はさすがに需要無用。中島悟がね、すごいなんか、とんでもねえことになったんだったらさ、人類のためにね、隕石に体当たりして地球を救ったとかだったら高くなるかもしれないけど、中古だから。それでも高くなんねえよ。あー、やっぱこれいいな。なんかこれそこまでこれ面白いんだよな。これが地味に面白いんだ。そしてこれゲームボーイとかにも出てるけど、あれゲームボーイあるよね。ゲームボーイ、PC エンジン、メガドラ、スーファー、ゲームボーイはあるよな。とスーファミが出てるけど、全部、全部パスワードが共通してて、それぞれで育てたキャラクターの対戦が全部の機種でできるっていうね。結構すごい。ゲームボーイで育てたキャラクターをメガドラに持ってきて対戦が可能みたいな。へぇ。そういうことだね。これエンジンとどっちがいいっすか？いや、どっちもいい。ディーバ、ああ。あとね、なんだ。アウターワールドだっけ？パワプロ的な。あ、そ、パワプロもそうなの？ゲームボーイとかと共通なの？アウターワールドもそれができんだよね。3DO で難しすぎる面をね、スーファミでクリアして、また 3DO に戻ったりとか。わかる。これやると超面白いんだよな。まあ、そんなわけで次はこの PC エンジン編です。ディーバ。はい。これが地味に面白いんだ。動き。はい、お疲れ様でした。レフェリームかつく。そう、レフェリーが合図がすげえ動くね。猫来た。はい、次は。あと、そうね、まあ、あとメガドラはまだインストールがまだ終わらないけど、次はPC エンジン。戻ります、また。この、モーションブラーたまんねえ。手書きブラー、あんまないけど。次役です。あ、終わった。地味にメガドラがついてますが、あれカウントなの？あれこれウォッチモードってねえのかな。てか PC エンジン版はヒューカードじゃないから残念ながら入れられないんですよ。はい、ゴーガだった。あー、ダメだ、タイトル画面だ。ちょっと待てよ。あ、来ない。あ、スローモードが、スローモードないんだよ。スローねえんだった。倍速は入ってる。あ、裏剣ね。引き続きよろしく。ロム勢の方もいらっしゃ、よーいね。ロム勢の方は勉強してってください。よっ、ピカコン。はい。じゃあ、PC エンジンに行きましょうか。さあ、さあ、さあ。
ちょっとこれ入れたかどうかわあ、かこっんち？ないタイトルが何個かあったんで、ちょっとやっ、入れた記憶がよくわからんっていう。入れたかどうかがわかんないやつがあった。入れてるはずなんで、これ。和光市&ジェントル。おおい、ちょっと死んでるよ。あー、お腹すい和ちゃっ光たです。なー。カレー飯を食え。これ入れたはずなんだけど、覚えてやっ、全くやった記憶がないんで、入れてない可能性がある。あ、来た。あ、入ってる。またもいやよ。はい、ケロさんいらっしゃい。キャッシュ消せば。ってことは、じゃあ入ってたと。綿棒邪魔と。ランドだ。ちょっとランドやりてんの。これも入れたはずなんだけど、ちょっと覚えてない。あー、海底神話の方か、入れてないの。あ、いや、わからんわ。これは入れてないと思います。 PC エンジン、これあれだな、時間余るな。来た、これ。これは入ってないの分かってた。入れ忘れてた。えい、えいかん。 PC エンジンは PC エンジンでまたいいな。でもレトロゲーあんま持ってなくてさ、これ買う人っている、何目的なんだろうな。なんか意外といるっぽいけど。いや、これゲーセン版は面白かったけどな。これデモないの？まさかデモなし？頼むよ。え？始まったよ。侵略することとか言ってたんだ。わこつ？なるほど、納得いった。林は静かなのか。やべえ、全部読めなかった。最初の頃、おお、これゲーセン版面白かったんだけどな。ちょっと音でかい。プレステ4のアーケードアーカイブズって結構見たことないゲーム多いんだよな。いや、ごめん、見たことないゲームなんか一個もないわ。それはまあ、あなたが見たことないだけでしょ。俺たちはもう散々ゲーセンでやった世代だから、見たことないゲームなんかない。 PC エンジンはちょっと何勉強しててください。え、プレステ4のアーケードアーカイブスで見たことないゲームってあった？まさかこのコミュニティの中にはいねえよな。いないはずなんだろう。特にコメントを多くする人の中で、人にもよるけどな。全員とは言わん、申し訳ない。なんかこれもう、あ、連打ジャンプとこれだけか。ダメージ食らうとしばらく無敵なんだ。てか風鈴火山ってか技があったよな、あれ。あれが全部溜まると何かできる。ギャリバンは見たことなかった。わら、ギャリバンはゲーセンで見たことないってだけ知ってるけど、ギャリバン知らねえか。まあ古いか。ひどいですの。これそう、強いて言えばレーダースゴとかムアゴエモンとかは置いてる店少なかったかもね。あー、でもミスターゴエモンってなんかうちの方だと、ゲーセンってさ、すげえ人気のあるものが置いてあるコーナーとさ、そうじゃないコーナーとあんじゃん。レーダースは全然知らなかった。え、レーダースってあれ超喋るやつ？プレステ4にあるの？あの、なんだ、トロッコとか乗ったり、いとことめっちゃあれ爆笑しながら見て、俺いとこのプレイをずっと腹抱えて笑いながら見てたわ。あとだからゲーセンのゲームってあれなのよね、置いてないとさ、地元に置いてないとやっぱやる機会ないからさ。あ、レイダース5、あ、シューティングゲームか。さ、失われたアークかと思っちゃったよ。あれはさすがに、あの、インディージョーンズ系は、てか、半券もな、無理だよな。いや、あれ超やりたいんだけど。思い出のゲームだわ。面白いかどうかよりも、思い出だわ。やめていい、このゲーム。うるさいわ。どういうゲームだよ。米だわり切ったらみんな止まっちゃう。怖い怖い。いや、ゲーセン版はね、これいいベルスクだったんだよ。PC エンジン版はやっぱ、きついな。これじゃないな。誤解されたら困る。こんなゲームじゃない。いや、まあ近いけど。これ多分俺インストールし忘れてんだよな。
なぜかし忘れた。入ってない。 PC エンジン意外と UPL あんだよな。なんかなぜか。いらっしゃい。あの小手半ない方もいらっしゃい。明確、技覚えると面白くなる。そうなんだっけ。最初から面白かった気がするけど。パソコンの1943も面白かった、ね、1943回回じゃなくて、あ、え、1943ファミコンのことかな。ゲーセン版かな。ゲーセン版の1943回が意味わかんなかったんだよね。なんか俺カプコンじゃねえだろこれって思ったんだよ。なんか偽物のゲームやらされてる感がすっごいあったんだよな。なんか偽物のゲームがあるって思った。コマンドってなんだろう。これはやっぱ曲だよ。異色って言葉に夢見てたあの頃。完全移植はできないの分かってても、やっぱすげえ気になったもんな。ファンタジーゾーン、あれはないわ。ファミコン版、あ、そんな、これ嫌いじゃんか。あ、当たっちゃった。はい、モノカさんもいらっしゃい。音うるさい。これ速く走るとかって説明するのはいいけど、日本語で書いてくんねえかな。ステージ減らしてるし面白さがねえ。 あれなんか変だよな。何なのあれ。1943回の意味が本当に当時分かんなくて偽物だと思ったんだよ。 PC エンジンの1943は SS。 1943は PC エンジンあるんだ。1941は知ってるけど1943ってあるんだ。持ってねえな。あるのかな。ありそうなよ、はい、気がしてきた。見たことない。 PC エンジンはあらたしかなかったように。あ、回しかないんだ。43はナグザットじゃなかったっけ。まあ、当時のナグザットだったらまだいいけど、後のナグザットだとちょっときついよ。ナグザットで何、あ、そっか。ナグザットでなんか内部で結構いろんなことあったらしいんだよね。なんかまあダメになった。アトラスと一緒だよ。昔は良かったけど、ごめんね。なんかこんなはずじゃないんだけど、このゲームこんななんかモタモタするゲームじゃないんだよ。ワコツ、ゴモラハイゲーム。ゴモラが何がいいって曲だよな。もともとソフトやが本業でもないからね。なぐだと、あ、そう、ゲームメーカーっぽい。あ、これ触れる。あ、貝なんだね。貝だったら別にいらねえから。アーケード版やってみたけど劣化版だった。何の話だ。あ、いや、ゲーセン版の話か。劣化というか、まあ、別物だよな。家庭用と比べるもんじゃないよ。あ、もうちょっとダメだ。カバ電子だからアイレムとマナオみたいな関係。はぁ、マナオ映像。なんでお前入らないの。あ、はい、ダメだ。あいつらたからないんだ。たかった。キラリ。ドラキュラのアーケード版あるんですよ。あの、ごめん、知ってるし。知ってるし、あなた47歳か。アーケード版あれはあれで好き。うん、俺も別に嫌いじゃないぞ。あれはあれだぞ。あれと何を比べて、なんか出来が悪いとかなんか言ってんのかわかんないけど。あれはあれでいいもんだろ。あの結婚行進曲だっけ。なんかそう、ああいう曲から始まる。全曲で売ってますけど。マジでちょっとやめて、あのにわか扱いするの。あのリアルタイムでやってっから、こっちは出来悪いとかそういうレベルじゃないから。あれはあれでありがたみあるから。びっくりすんな。砂時計無双だし展開淡白なのはわかるけど、あの曲で許せる。そうなのよね。結局あの時代はもうコナミは曲良かったもんね。なんか曲とあの時代はなんかあの時代は許せたな。うん、ちょっと大味感あったけど。これもなぜか入れてなかったな。へえ、ビデオシス見てた方がいいかな。これなんか始まっかな。
プレセツの俺たちゲーセン族で売ってますけど、売ってますけど、売ってますけど何か。よりこれの方が難しいと思う。アーケード版は指紋の個室機がちょっと気になる。ちょっとへっぴり腰というか、って感じ。これ何ヘビーユニットのむずい。ゲーセン版はそんなに知らなかったんだけど、なんか見た目の可愛さとはちょっと裏腹に感はあったけどね。なんか目を引くゲームだったんだよな、これな。おお、なんでお手半つけるよ、もうそのコップを使いこなすの。なんか落ちちゃいました。取れたの今。取れてないよね。てかパンチの音とかないの。この主さんは全部のゲームを知ってる手で話した方が早いです。うん、そこら辺、まどろこしいのはいらねえから、普通に話しちゃっていいよ。1978年からゲームやってるから、大丈夫だ。ゲーセンでやってるから、大体わかる。パソコンわかんねえから。パソコン苦手。PC98 がいいとか、これ取れねえのかよ。ちょっとこれさ、ミサイル、マクロスミサイルがちょっとエグいな。パワーアップする前に確かにヘビーユニットよりひどいかもしれない。出ないんかい今度は。騙された。これの完全移植ってどっか出てんの。でもなんで食らったんだよ。ああーこいつら弾打ってくんだ。あーはい、よし。出てないんじゃないですかね。そうだよね、俺ちょっとやりたいんだよね。あんまり うちの近所のゲーセンにはもうほとんど置いてなくて、なんかすぐ消えちゃったんだよ。接近封印できない。嫌な接近封印。ああ割らなきゃダメだったってことだった。うわこいつら怖いよ。うわとか接近したら弾打たないっていうことね。ないね。ビデオシステムの普通のゲーム機能なのばっかりだもんな。いやこのゲームマジゲーセンでほとんど見なかったよね。なんかちょっと楽しげなのにさ、俺でも正直言うとさ、あれもあんまり得意じゃねえんだよな。ソニックウィングス、レプスは突然出てきたイメージやったな。わら、レプス、レプス、ラビオレプス。そうね、しれっと出てきて、しれっと消えた感じだ。意外と楽しい。マクロスミサイルいっぱい撃てるし。タヌキ、なんなのこの酒とかタヌキとか。あとかこれ歩ける、無敵かーい。弾撃てなくなっちゃった。弾撃てなくなるのはいいけど弱い。最強状態維持できないのが嫌。何度でも言う。ほんとだよ、ほんとそれ。なんで勝手に弱くすんのって。強いままでいさせてくんないとか意味わかんねえんだけど、本当に。だからやる気がなんかそがれるよね。あと連打がね、全然できないんだよね。連打が早い人にとってはすごいストレスなんだよ、あれ。連打させろやって、自分で。お前の連打とかちょっと意味わかんないよ。遅いし。俺がずっと連打してやるわって。まあいうぬるいゲームがどん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 出てきてさ、まあ、ジーダラはさすがに俺ぐらいだけどさ、連打は手でやりたいっていう人も。けどやっぱりぬるくなったよな、あいの。ぬるくしちゃダメよ。なんか誰でも楽しめるようにしてゲームはダメになったと思うわ、部分的には、ね、ゲームはそこそこそんなにでかい産業にしちゃいけなかったんだよな。でもそうしたらもうなかっただろうね。オペレーター的にはソフト連射じゃないと困るからね。オペレーター的スコアアタックにも連射付きと連射付きじゃないやつがあって。おい何これ、何あれ、ああ何お前、お前なんだ。あ弱い。ミサイル強い。ミサイルが今最強状態になってる。来た。はい、姫の映像ってそこまで出てこないんだっけ。ゲーセンマドとかデモ画面出てるの。電車されたボタン消費激しいし、店によってもエコーのコンディションにしづらい。そういうことね、納得がいったよ。
ちゃった。ガチすぎんだよ、だからお前ら。本気かー。顔。たぬき。国立西の針金。ハイパーオリンピック、鉄の定規を使うことをかどっけ。あの、50円の鉄の定規がほんと売れなかったな。あと軍手ね。いやー、それはいいけどさ、あれじゃなかった、カプセルじゃなかった、ガチャガチャの。あと炭酸電池ね。いや、単2でもいいけど。なんかファンタジーゾーンみたいなの来てる。あーなんかビデオシステムっぽいな、昔の。これ確かパンチ一発だったみたいな。なんか音が急にしょぼくなった。シンクロ連射つけたって難しいゲームは難しかった。サンダーブラスターとか。炭酸電池は見たね。あと小さいメリケンタックみたいなのでやってる人も。あーあと あれだ、あのカメラのフィルムのケース、あれもいたね。あれを指にはめてさ、あれいいかもな。あれはまだ優しい。あーいた、なんかピンキューとか言ってる人。ピンキューって何、形状にボタンがなってしまうので。こうか、あーまあね、削れちゃうもん。なんかくれそうな色してたのに水の上に落ちた。おおおお、あ、あこんばんは、ラビちゃんかわいい。早回し聞いた、ピヨンピヨンって言った。なんだ、はい。なんか2人同時だと青いやつなんだっけ。これスペシャルって何が違うんだろう。ラビオレプス、謎のゲームだな。昨日これ入れてない気がするんだけど、昨日なのか一昨日なのか分かんないけど、入れてある。いらないよねこれ別に。曲はいい、メガ CD 版でいいわ。ラビちゃん、はい。時間が余ったらちょっとあれをやるか。あら、ロボキットもスペシャル。そうなんだよ、アトミックロボキットスペシャル。スーパーファミコン版になるとスーパーがつくからね。スーパータリカン。サイドアームもスペシャル。サイドアーム。あれ、なんかスペシャルって何なんだろうね。いいね。いい。これ敵から血がめっちゃ出んのがたまんねえんだよ。ブシャーって。喋ったー。ありました。初見。はい、初見さんいらっしゃい。忠実でない異色度をごまかすためのスペシャルな、ね、あー、アレンジ版っていう意味なのかな。コンティニューってなんだろう。あプシャープシャーみたいな。10分あったら見れっかな、難しいから。スーパーリアルマージャンのスペシャル。そうなの。あーそうか、名前若干縦長な感じ。いや、どこにあった。スーファミでみんなスーパーって作り論に受け継がれている。いや本当だよ、ナムコがファミリーってつけたりとか、後にどっかの別のメーカーがファミリーって使い始めたり。麻雀クリニックスペシャル。このパスワードの長さからも解放されるな。そうだよ、俺ちょっとこれやろっかな。これむずいんだよね確かね。誰か、あれ王様的な人、この人。この街の音楽好き。あ本当。ガッよく回られた。ジェイナス、ジェイナスまで使われてきた。ギムル。おお、はどこ行った。スクロールが若干ピルピルする。長くなかった。あ、本当？どっち？ハテナマークがついつく文章なのかな。そこ忘れないで。スペシャルなヘビーユニット。ああ。ごめん、読んでなかった。なんかで、ネクロマンサーを探せと。伝説のネクロマンサーってなんだろう。どんなもんだろう。なんかドクロ型の。パスめんどい。パスワードめんどいな。聖剣とラストハルマゲドンは PC エンジンの RPG ではなぜか今も語り継がれてるよね。何なんだろうね。やっぱちょっと苦労してクリアした人が力強く語り継いでるんだろうな。復活の呪文が成功して、天の声はね、天の声ってさ、発売が遅かったからさ、対応してるソフトと してないソフトがやっぱあるんじゃないのかな。イース1-2のパスワードとか絶望的だったもんね、入れたけど。何がガッガッガッガ言ってんの。え、あ、誰か来た。そうそうそう。あの CM は印象的だったの。ラストハルマゲドンは BGM の影響が大きいのかな。あるかもしんないね。
赤髪のロミナ。これは話聞くだけ？素早さにおいては。いや、で。ああ、なるほどね。こう言って素早いやつ。ネクロしたよ。ネクロ。あ、やっぱそうだよ。だってこれすげえロンチぐらいだもんね。連れて行く仲間。ロミナ万世型。おい、誰だよ。ポテハンつけてくれよ。あ、そんなことあるの？二人しか連れてかないんだ。あとうまいわ。この歩き方。ドラクエ4か、お前ら。仲間によって戦、あ、攻略の難易度が全然変わる。誰連れてきゃいいんだよ。とか、これ最初から、お金は？スゴの王はバックアップも入れてたところだよね。まさかこれ装備してないの？待ってよ。持ってただけだった。PC エンジンないからアーカイブで買っちゃったよ。PC エンジンで買おうかな。おう。あ、これ装備がされたらプラスみたいなつくの。装備できる盾持ってない。ダマさんいらっしゃい。いや、これから RPG とか楽、気楽にできるな。ハジャナミ。ハジャの封印のこと。後で仲間をチェンジって言いたいけどできないんだよね。へぇー。スサノオ伝説。いや、邪聖剣ネクロマンサーです。グロくて有名な、ってかまあちょっと怖い、CM が若干怖いです。アイウェアあたりでリメイクあったよね、確か。ね、それはダンジョンエクスプローラーじゃなくて。なんか奴隷連れてるように見える、顔。いや、どうやだった。なんか怪しいな、お前ら。なんでそのなんかナイトキャップみたいな。シャンプーハットみたいな。シャンプーハットで。確か大の大冒険の原作者が脚本してたとか。誰なんだろう、その人。てか、ちょっと行くか。装備とかなんか持ってる。いや、待って。敵を倒した時に血が吹き出るのが演奏的。そうだよね。だからさっき言ったじゃん。おい。大陸だってな。おい。びっくりしたわ。何お前手柄持ってことしてる。バラバラに逃げるシステムも衝撃だった。へぇ。レトロ RPG やる人こそレトフリエよな。そうだね。スピードも速く、こうね、スピードも速くできるし、ちょっと分かりづらいな。グロいっていうか、なんか基本、これ敵なの？ほっといたら、死んじゃうでしょ、こんな。こんな曲だったっけ？ヨシブアミリオンやろう？バラ。じゃあ、よし。バミリオン動かないんだよ。俺バミリオンでも2本ぐらい持ってるから。DS ウェアは2。あ、え、血出た今。見逃したんだけど。あ、出た。出てた。ラグで見えた。ゲームバランスもある意味グループとか。お、早い。そうそう、ほら、これ、スピードアップもできるから。出た。これ、どっちを殴るか選べないの？難易度高いよ。あ、そう。ちょっとやってみたい。そう。敵コア、わらわら。4倍速のウニョウニョが敵ちょっと気持ち悪いよ。バックアップも気にしなくて遅延なんかどうでもいいもんだ。本当だよ。いや、遅延は気になんないよ。気になんのはリズム天国ぐらいだったね。戦闘のテンポもそこまで悪くないしね。文字のスピード変えらんねえかな。これでもマップの印象が強いかな。ちょっとアドブとか RPG やるには最適。そうね。まあでもそうね。いや、でも何でも。このゲームのスライムクラスか。愛嬌がないな。額にミミズみたいなのがついてる感じの敵。いや、そう、ない、小腸みたいなのが、うねうねしてたので。ゾンビみたいな感じ？ちょっとじゃあ、残り4分あるから、ちょっと拡大して見てみる？ブシャーわら。そう、ブシャーって高くない？あ、と思ったら、うわー、パスハード！色が違うのは何なのこれ。カタカナとアルファベットはなんか色が違う。スライムクラスですでに黒いのか。そうね、グロい。1.5 倍速くらいも欲しくなる贅沢。2倍があるけど、ちょっとめんどくさいんだよね、切り替えがね。その辺の切り替えが簡単にできればいいんだけどね。押すたびに変わるとかさ、ボタン一つでもできるだろ、そのぐらい。ちょっとは考えろよ。なあ。素人じゃないんだから。てか、今これ4倍を選んだらよ、あれ？今これ4倍だけど、いや、できるよな、そんなんな。だからこれね、言ったら、どこ、あ、メッセージ変えられるよ。てか、早すぎるよ。ちょっと待ってね。じゃあ、スライム見せるわ。とりあえず。
パスワード、これどんどん増えていくんだぜ。そうなんだ。一般だけどコミュ登録。ああ、全然全然、いや、一般も何もねえよ。気に入ったら登録してくれればいいと思います。ただ20、一般の人って20しかできないでしょ。20個しか。結構大変だよね。プレミア、おい、ポーンって。これ、こいつからも血が出んだろ。ティーフ。よし。いや、俺これ新品しか持ってないかと思ってちょっと焦ったの。またお前が、ちょっと待って、ゾンビみたいなやつが。無水エタノール使ったらゲームボーイ読み込んだ。はい、うん。でも PC エンジンは相変わらず。コツとかあります。あります。当時動く敵は斬新だね。うちのコミューの下の方にさ、接点復活スプレーっていうのがあるんだよ。黒い縦長の電池みたいなやつ。炭酸電池。今の若者電池ってわかるのかな？わかるよな。またお前か。ちょっと待て。拡大してみて逃げてみよう。接点復活スプレーを使うと、端子、接触する部分の、錆を取ることができるんで、それを使えば、それを使って綿棒でこすってください。で、あと、それ、つきすぎたらティッシュで拭いてください。一個ずつ結構しっかり丁寧にやってください。それさえやれば大体動く。買ったけど全然乾かない。乾くもんじゃないからね、油だから。油って乾かないじゃん。個別と拭いちゃっていい。ただ全部拭き取る必要はない。残っててもいいです。って乾かす必要ない。ネクロマンサーはそのまま行ってください。むしろそのまま行ってください。洗浄剤ってのが端子痛まないらしいですよ。洗浄剤、まあそこら辺は好きにして。俺の言葉を信じたいんだったらそれでもいいし、その64個目のことを信じるんだったらそっちでもいいし、俺は知らん。俺はずっとコレクターとしてもう今30年近くやってるけど、まあそっちの答えにたどり着いたよ、まあ、こんな感じ。うねうねをね、うね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 って言うとうねうねを早くアップにすると結構きつい。じゃあこれで倒してみようか。早回しすごい。わらわら、そういうこういうことだ。ゲーム、まあグロいから一人では遊ばないでくださいみたいな、ちょっと暗いイメージもあるしね。どうで歩くの？どうも違う。歩いてんのかなこれ。その場にいるんじゃない？ゾンビだったのね。設置型武器で。蝶がはめ、そう。でも蝶ちょっと多すぎだよ。あ、今血出たね。ブジャ。はい。まあこんな感じです。おいでよ、ゾウモツの森。東方見聞録のボツグラみたい。そうなの？クリーパー。キャッチコピーが夜中一人では遊ばないでください、うん、そうCM で流れてたよね。さっきのタイトル画面の人が早いな、戻るの PC エンジンとか初期タイトル早すぎなんだ。うっかりをしたら一瞬のこと。に興味持った税も多いのかね。オツです。ラブクラフトって何。この人が CM でなんか言ってたよね。夜一人で。海岸は急に強い敵が出るのよね。へぇー。おつ。はぁ。おつです。よし。おつ。そんなわけで次枠はちょっと。オセロスがカズホで切れる。クプルフの作者ラブクラフト。へぇー。関係あんの？これと。ネクマン買うか。ネクロマンサーっていうのが関係あんの？だからな。おつです。はい。ネクロマンサーって高くはないよね。お疲れ様でした。